リンクトゥライフ、命をつなぐ思い。パーソナリティを務めさせていただくのは、広島経済大学メディアビジネス学科新4年生の岡野光平です。本日も30分間よろしくお願いいたします。本日本放送を聞いている方は4月5日火曜日のお昼です。そして再放送を聞いている方は4月6日の水曜日となっております。皆さんですね、新入生、そして新生活を送る方、本当にね、朝見並区に来ていただいてありがとうございます。またこのラジオをですね、たまたまと言っても、つけていただいて、この番組聞いている方、本当にありがとうございます。リンクトゥライフと言いまして、この番組ではですね、命をつなぐ思いというサブタイトルがありますけども、いろんな人とつながってですね、いろんなお話をして、まあ、毎回テーマを設けながらですね、時には真剣に、時にはですね、アグレッシブに楽しくやっている番組でございます。本当にですね、さまざまな出会い、そしてつながりがあるからこそ、この番組ですね、だいぶ長く続いております。今回で僕が新入生だから、まあ、新1年生の時からやっていますので、もう3年近くなります。本当にですね、本当にいろいろとありましたけども、本当に支えられてこの番組できております。またですね、今回聞いて、初めて聞いてくださる方、本当に、ようこそということで、これからですね、30分間というすごく短い時間ですけども、皆さんと共にですね、つながりの楽しさとか、真剣さとか、本当にね、いろんなことをね、こう話していきたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。今後のリンクトゥライフですね、本当に、まあ、僕もこの年度末、そして年度始め、忙しい日々を過ごしていたわけですけども、本当に、かけがえのない仲間というか、本当に国を越えてですね、友達、心を許せる友人、親友ができたなと思っています。本当にですね、まあ、このインドネシアの学生と一緒に交流をしたわけですけども、本当に日本語も上手でですね、礼儀正しくて、僕たちの方が見習わなければいけないところがたくさんあるんじゃないかなって思ったぐらいです。いや、この様子をね、この30分で伝えるのは難しいなと思いまして、そして僕ずっと5日間ですね、インドネシアのその学生、まあ、劇団の演塾というんですけども、彼らと一緒に密着、生活をですねしてきました。本当にね、このね、貴重な体験をですね、皆さんにもこう知っていただきたいというか、また劇団の演塾、広島公演がですね本当にあったんですけども、来られなかった方、まあ、チケットも完売しましたしね、本当にね、来られなかった人のためにもですね、彼らのこうね、5日間の様子なんかをですね、私、密着でビデオで撮っておりましたので、まあ、それを音声だけ抜き出してですね、ところどころつないでですね、皆さんにお届けできたらなと、特番でできたらなと思っておりますので、また決定し次第ですね、皆さんに報告できたらなと思っておりますので、ぜひぜひ、Twitter、Facebook、ブログ、FM ハムスターと検索していただいたら、出てきますので、チェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。今回のリンクトゥライフはですね、エンジョイタイムということでですね、HE カフェタイム、カフェ運営プロジェクトのメンバーと一緒にやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ30分間よろしくお願いいたします。リンクトゥライフ、命をつなぐ思い。月に一度カフェタイムの情報をあなたに、エンジョイタイム。皆さんこんにちは、エンジョイタイムの時間です。このコーナーでは月に1回、行動観のプロジェクトの一つであるカフェ運営プロジェクトがカフェタイムのお得な情報や耳寄りな情報を届けています。今回も担当するのは広島経済大学メディアビジネス学科新4年生となりました岡野光平と、
あなたのお耳の恋人と同じ、新2年生、経営学科キムキムこと木村さとしです。ちょっと待ってよろしくお願いいたします。お願いします。あなたの耳に、あなたのお耳の恋人のお友達ということで。あ、恋人のお友達ね。複雑な関係ですね。ということで今日も2人で、はい、その恋人の友達の友達であります、おかちんとキムキムでお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、じゃあそもそも HUE カフェタイムとは、何なのか、キムキムよろしくお願いします。はい、HUE カフェタイムとは、お客様との、カスタムファーストをモットーとし、学生だけで運営している学生カフェです。日本語おかしいですね。もう緊張あまりで。緊張あまりでね。まあ学生だけで、こう、はい、カスタマーファースト、地域とともにという経営理念を掲げてやってるんですよね。はい。いや、すごいですよね。いやいや。で、その中のもう、ムードメーカーであります。もう、あなたのお耳の恋人の友達ですからね。複雑ですよね。複雑ですね。昼ドラに出てきそうな。皆さんちょうどね、番組がね、この番組。あのね、キムキム、うん、まあ今回初めて。ですね。なのでこの番組ですね、お昼ちょうどね、再放送となったら1時半とかね、なるのでがっつりこう昼生、昼ドラと一緒っていう、うん、その時自分はもうキッチン入ってトントンしようときに、トントンしようときに、東京トントンしようときに、裏はドロドロとそれの恋人の友達件ね。ということで、はい、こんなユニークな、キムキムとお送りしていますけども、はい、新年度スタートしましたね。はい、そうですね。4月5日ですね。はい、で再放送を聞いてる方は4月6日水曜日ということでですね、新年度を迎えてですね、新社会人となった方もいますし、うん、浅見並区に新たにこう新生活でやってきた方もいますし、うん、ね、僕らが待ちに待った新入生ですよ。そうです、新入生、新入生いっぱい入ってるから嬉しいんですけど ね今年は何人をこう目標に、いやよく言えば友達100人と言いたいんですけどまあまあまあ、それよりも最低は10人ぐらいやっぱ欲しいです ね、 ね、やっぱりね、あのカフェ運営プロジェクトって本当にね、いろんなことしてますよ ね、 そうですね。だけ、会計とか経理もそうだし、はい、商品開発とか、他広報活動もありますし、うん、総務というかカフェ運営する中のサーバリーというか、そういう動きをする方もいますし、そうそう、で実際にね、カフェでこう商品を提供する時のこう、ね、ウェイターさんとか、あと作る ね、 作るね、キッチンも学生のみということ でやっぱり10人は入ってほしいよね。で欲しいですね。いやまたね、このカフェ運営プロジェクトの魅力については後半でちょっと話をしていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ今年度の目標は、まずはカフェとしては10人ですね。以上目標、目標にで、個人として何かこう学校とかも含めてですね、学校ですか、もうなんか、まあ、普通の生活の中でもいいですけども、一番中だれする2年生というだから、ね、そこであえて自分でアクティブでいろんな活動していって、よりいろんなところに顔出していって、わー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 迎え入れながら楽しくいろいろ勉強していきたいなと思ってます。はい、ということで本当にね、すごいですよね。しっかりしてますしね。まあまたね、これね、あの多分キムキムって言ったらちゃんとね、キムキムですって言うからやってくれるので、はい、ぜひこれ ね、言ってください、はい、そしたらキムキムが全力でこうキムキムですって言ってくれるので、よろしくお願いします。待ってます。はい、ということでじゃあ内容に入っていきたいと思います。はい、リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。今月のテーマは、新入生新生活を送るすべての人へ、ほっと落ち着くカフェの料理ということで、はい、やってきました。はい、はい、カフェ料理ですね。まあ新入生、まあ、新生活、まあ4月は何かと新しいことが始まる季節。まあね、カフェメンバーキムキムもそうですけども、大学に入学当初張り切っていろんなことにこうね、目を向けて、今もそうですけどもやってたと思います。まあしかしね、こう人って頑張りすぎちゃうとね、ちょっと疲れちゃいますよね。はい、もうそこでカスタマーファースト、地域とともにお経営理念としているカフェタイムから、新生活を頑張る人たちに全員送る。もうね。なんか何言ってるか分からないちょっと完全にね、はい、やりすぎましたね。ちょっと張り切りすぎましたね。いやいや僕がね、新生活を頑張る一
人たち全員に送る安らかなひとときメニューを紹介してくれます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。では早速紹介させていただきます。よろしくお願いします。そのメニューはアマトリチャーラです。お、アマトリチャーラ、この番組を何回も聞いてる方はですねあれなんか聞いたことあるな、なんか覚えがあるんだよな。確かにそうです、2回目ですということでですね、まあ、なぜこの商品をおすすめするのか、教えてください。はい、まあ、自信持って言います。私が作りました。おそういうことです。はい、はい、前回はね、カフェのメンバーである、1年、まあ、新2年生ですねの子が喋ってくれたんですけども、今回改めて商品開発をしたキムキムから直々に、アマトリチャーダについてお話をしていただきたいと思います。ハードルが10個ぐらい上がったような気がする。10個ぐらい上がりましたね。今高いわ、高いですね。クックリに行きたいわ。はい、アマトリチャーダ、まあ、変わった名前ですけども、はい、この商品の特徴を教えてください。この商品は他の商品でなく、あの白ワインを使った商品で、ちょっと大人な味とって大人ですね。白ワイン、白ワインいいですね。しっかりラルコ飛ばし飛んで1年生も喜んで食べてください。はい、で特徴といえばもう一つはシンプルですね。シンプル、もう中身がチーズ、白ワイン、ベーコン、それとトマトソースですね。あ、トマトソース、はい、あ、パスタもありますよちゃんと。あ、そうね、ソースだけそこ大丈夫、みんな分かっていますよパスタ料理なんだね。パスタですね。そうですね、はい、アマトリチャーナパスタ料理、うん、で、まあ、トマトを使ってるってことは、まあ本当にみんなが食べやすい、食べやすいですね。ねえ、本当。でもお酒が入ってるからちょっと最初に心配が出てきましたけど、ちゃんとお酒は飛ばしてある。もちろんです、もちろんですってことはもう子供から大人まで、子供からいけますね。おじいちゃんおばあちゃんまで、もうおじいちゃんおばあちゃん、もう完璧、新生児はいけますよ。もうあれ、新生乳幼児まで、そうね、あなたのお耳の恋人の友達の、の商品、商品ね長いですね、ややこしい。もう一つ、もう友達ってことで、お友達で、ね、お友持ちじゃないですよ、お友持ちじゃないいい、ぶっこんでくるね、テンション上がりすぎていいですね。この特徴は、まあ、トマトソースを使ってるので本当に食べやすいっていうのと、うん、まあ、お酒を使ってるんだけどちゃんとこう大人の味でもあるということ で、 そうです。あともう一つおすすめしたいポイントありまして、お、このパスタセットというものがありまして、パスタセット、それについてガーリックトーストがついてくるんですよ。うん、このガーリックトーストにアマトリチャーラソースを乗っけて食べると、まあ進む進むであとドリンクの単品の方にコーラやジンジャーエール、もちろん瓶です。瓶、瓶入りのコーラジンジャーエール、バッチシです。おお、すげえ。今すごくね、僕ね、あのこのね、まあ、要は原稿とか作ってくるんですけど、はい、全然もうね、ハードルをね、軽くこう、いやいやいや、富士山ぐらい飛んできた。いや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 まあね、僕もパスタセット食べたことありますけど、アマトリチャーのソースを、ソースを、あのガーリックトーストにのけて食べる、はい、食べる、これ絶対美味しいよね注文するときは、よかったらガーリックトースト普段は先に出すんですよ。ああ、そうだね。パスタと一緒に出してもらって、熱々のガーリックトーストにアマトリチャーのトマトソースを乗せて、まあ、今最近言うディップですね。ディップですね。してやって、パクリとして、パクリとして美味しくいただいてほしくて、もういいですね、いやー意外ですね。僕も結構カフェ行ったりして、キムキムと一回結構ね、はい、会ったりして、こうね、はい、美味しかったよとかって言うんだけど、いやー今日は僕としてもこういろいろといい情報をいただきました。ガーリックトーストね、ディップね、ディップ であとそれちょっと辛口なんですよ、しっかりニンニクと唐辛子をしっかり染み込んで、なんで最後食後のコーヒーとかバニラアイス一緒に食べてもらうと最後にいいですね。もうよだれが垂れてきた、ね、やばい。実は自分もですよ、もうよだれがドロ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 、昼太郎もドロ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 、あららら、リッツライフもドロドロはい、ということでですね、はいはい、話戻しまして、アマトリチャーナ今回紹介してくれましたけども、はい、まあちょっと話変わりまして、後半戦でっていった話もしましょう、はい、普段なかなか見られないカフェメンバーの素顔、新1年生やこの春朝南区にやってきた人たちにメンバーのことを詳しく知ってもらおうということで、いろいろとね、こう一問一答形式で3つぐらい聞きたいと思います。じゃあ1つ目、このプロジェクトに入ったきっかけは、きっかけは最初なんでしょうね。やっぱり初めての一人暮らし、自炊しなきゃいけない、でも料理スキルがない、そうだカフェ入ろうという感じですよ。もう生きねば、はい、料理を身につけなければいけないと、いけないとと思ったわけですね。はい、はい、じゃあ次いきましょう。次、はい、プロジェクトのここが楽しい、ここが大変、どうぞ。やっぱりここが楽しい、やっぱ自分が、まあ、自分商品開発部なんですけど、うん、自分が作った料理お客さんが食べて美味しいと言ってもくれたら、
それはもう楽しくてどん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 作りたくなっていって、うーん、なんです。でここが難しいとか悩みどころではやっぱりもう売れもう出すの出す時はやっぱ新メニューということで売れるんですけど、うん、やっぱり2ヶ月3ヶ月したらやっぱ減っていった時のがっかり感は、なんでそれは逆に自分としてバネになってもう定番メニューになやってやろうという、ああそっか、意気込め出るんですよ。新メニューだとどうしてもね、みんながわあ新メニューだ、うん、美味しそうだな、食べてみようかなってなるけど、それが2、3ヶ月すると、まあねえ、うん、新メニューが新メニューじゃなくなって定番になっていくから、それがうまく残るかどうかが難しいですね。あと難しい悩みどころが一つありまして、うん、あの外食した時にその外食先のお店の人がいらっしゃいませって言った時、つい自分もいらっしゃいませって言いかけられて職業病職業みたいなものが、あ、はいはい、もううっかりいらっしゃいがなんかわかる気がします。わかりますか。で多分皆さんも例えばアルバイトの経験された時に、うん、多分最初挨拶でおはようございます、今日も一日よろしくお願いしますとかっていう現場なんかが多いと思いますけども、うん、なんかそれもありますね。僕も夜でもおはようございますとかっていうありますし、なんかこうというわけでとか、なんかね、いろいろとこう、うん、口癖がもうつい身についたものが、そうそうそう、でなんか宛先がねっていうと、うん、なんかみんなねこうこう、あ、こうしたらテロップがついたところでこうやってるんだけど、うん、僕の場合もうラジオなので、はい、もう FM ハムスターのこうメッセージの宛先をドル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 口で言っちゃうっていう、うん、はい、ちょっとそれは確かに悩みどころありますね。はい、ということで、はい、まあ、3つ聞いてきましたけど、はい、きっかけが、まあ、自炊ですね。まあ新入生自炊する子も多いですもんね。まあぜひぜひぜひ、いや来てほしいですね。10人欲しいです。まあねえ、良ければもう100人ぐらい単位でもいい、単位取りたいですね。欲しいですね。はい、でここは楽しい、ここは大変。まあ職業病はもうね、しょうがないね。それは頑張って気をつけないとってことで。うん、でもまあね、お客さんの顔を見られるのもまたこれ、うん、違う、なんだろう、このコードカンプロジェクトの中でもなかなかないですよね。ないですね。もう直にお客様との関われるっていうのがなかなか少ないですね。で新入生に一言、最後ですね。あ、どうですか、一言ですか。一言、もうかっこよく、どうしましょう、本当にもう考えてなかった、バレた、バレた。いや実は言うと原稿を見たら、まあ最初もらったんですけど、うん、まあ、最初自分もある程度出世考えたんですけど、まあ、急遽おかちんさんと、そうね、僕と一緒に対話で差しで話すことだって、あった原稿すべてピッとすべて、あー、そうね、もうノリと勢いやってきたんで、そうね、まあ、最後1年生ひどこと、まあ最初から頑張るのもいいんですけど、ゆっくりゆっくりと言っていったんじゃないですか。もう最初で熱入れるほど後で冷めます。ああ、あと冬の1年はきついに入れた方がいいですよ。ああ、いいね。なんかすごくこうしっかりとしたこう先輩からの言葉プラスですね、今月のテーマである、まあ頑張りすぎないようにっていうメッセージも入ってバッチシですね。いいですね。いやということで今月のテーマは新入生新生活を送るすべての人へほっと落ち着くカフェ料理、アムトエチャーナを紹介しました。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。はい、というわけでですね、じゃあ最後にですね、そもそもカフェ運営プロジェクトって HE カフェタイム、いつどこでやってるのということで紹介、最後よろしくお願いします。 HE カフェタイムとは、朝11時から、夜の、17時までラストオーダーが、16時半ですね。なんで自分が詳しいんですか。やだ、やったバレちゃう、バレちゃう。、まあ、場所は、行動館の、1階はいですね。あ、すごくおしゃれですよね、見た目が、ね、なかなかなんかおしゃれすぎて入りづらいという方もいると思うんですけど、あ、まあ、自分のような明るい人間が多いんで、ぜひ確かにチャリンチャリンってあのドアのベルが鳴るんで、うん、ぜひ扉を開けてください。はい、ということでありがとうございます。最後にじゃあイベント情報などあれば、なんかお知らせすることがあれば教えてください。と言いたいんですけど、今月は今のところないです。ただってことはまだ見てなんかハードルがよーみたいに上がったんですけど、よってまだないということで、詳しいことはないんですね。いやー、ないですね。ただ定期的に雑貨イベントとかそういうイベントごとがあるんで、その次あのフェイスブック HE カフェタイムのフェイスブックの方を見ていただいて、最新の情報を取り入れてほしいと思います。はい、ということでよろしくお願いします。 Facebook HE カフェタイムで大丈夫、 HE カフェタイムで大丈夫です。大丈夫です。 OK です。はい、全て英語でお願いしますね。お願いします。ちょっとね、カタカナでやられるとね、あ、 HUE カフェタイムちょっと検索でない可能性があるので、はい、ね、はい、英語でお願いします。英語でお願いします。はい、今日はですね、
はい、キムキムとお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。コーナーもそろそろお別れの時間になりました。今回の感想どうでした、キムキム。いや、やっぱ緊張はしましたね。いや、全然緊張の感ないですよね。いや、ゴリゴリ緊張しますよ。もうゴリゴリとか言ってる時点で大丈夫だよね。いや、もう緊張して今日朝のど飴3つ舐めてきたんですけど。あ、のど飴をね、3つ。ただ次は5つにします。5つにしますもうしっかり最後までコメントまでしっかりしてるね。ということで、じゃあ今回の商品のおさらいをしましょう。アマトリチャーナーということで、これ値段は単品で600円です。600円。ただセットにしますと780円で、パスタ、サラダ、ドリンク、あとイートタガーリックトースト、ガーリックトーストね、ついていきます。ついていますので、はい、ぜひ780円セットでぜひよろしくお願いいたします。お願いします。そして学生には嬉しいお知らせありますね。そうです、学生証皆さんお持ちでしょうか。お持ちでしょうか。注文先見せてください。ね、お盛りが無料になります。無料になります、新生活始まってですね、新入生になったらね、僕らも思ってますけどね、未だにね、ちゃんとね、学生証ありますね、はい、あれを見せていただいたらなんと大盛りが波の値段で、波じゃないですよ、もう普通の、大盛りが無料でできます。ああ、そうね、はい、ということでぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。アマトリチャーナね、いっぱい食べたい方には、学生証持っていただけたらと思います。はい、踊る方には申し訳ないんですけども、学生証はないのでね、そういうちょっとね、ごめんなさいね、昔の学生証持ってこられても困るんです、ちょっとごめんなさいね。ということでですね、ぜひぜひ、いろんな人に来ていただいたらね、それ元気になりますしね、またね、新しいメニューの開発の意欲が出てますんで、できるし、こうキャンペーンする時もね、もしね、例えばサラリーマンの方がいっぱい来ることになればね、はい、そうですよ、サラリーマン向けのね、キャンペーンもできることになるし、はい、ぜひぜひあなたがのその1回こうカフェに行くことによってこう活性化するということで、ぜひぜひ、新生活ですね、ちょっとこのラジオをたまたま聞いた方ですね、 79.0MHz で聞いた方、でこの番組を聞いてくださった、これご縁ですから、ぜひですね、生きていただけたらと思います、うん、はい、あとすいません、私から一つちょっともう内緒にするつもりだったんですけど、ちょっと一つ情報、はい、実は4月あたりから新メニューとして、はい、チャーハンというものが出ます。チャーハン、みんな大好きで、ただこれチャーハンは普段メニューなかったんですけど、うん、もう自分がこのカフェ入ってばかり作る時に、どうしてもやっぱ普段のメニュー以外でも食べた時に作ったまかないチャーハンというんですけど、お、商品名はチャーハンです、うん、ただ出来上がってきたストーリーとまかないから始まって、あ、はいはい、そこからチャーハン、キムチチャーハン、キムチチーズチャーハン、3つが4月発売開始かなって感じで、まだ誰でも言ってないんですよ、カフェ以外で。やったお得な情報、お得な情報、 FM ハムスターさん聞いた人だけですよ。やった、ありがとうございます。リンクトゥライフだけですよ、こんな情報聞けるの。はい、ということでチャーハンが近々、まあ、出るってことで、出るかな、出るの確実出るんですけど、まあ、いつ出るかは聞いてからお楽しみで。ということで、またフェイスブックの方チェックお願いします、はい、今回このチャーハンの情報が出たのはここですよ、FM ハムスターリンクスライフですよ。ぜひぜひ、これからもですね、よろしくお願いいたします。お願いします、今年度もよろしくお願いしま す。ここで挨拶するのもあれですけど、お互い頭下げてラジオで見えないんですけど、ラジオで見えないんですけどね。はい、皆さんもね、新生活新入生もそうですけども、今までね、ずっと朝南区でこのラジオを聞いてくださった方もですね、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでですね、エンジョイタイムそろそろね、終わりです、はい、ということで最後にじゃあ自己紹介して終わりましょう、はいはい、今回担当したのは広島経済大学メディアビジネス学科新4年生になりました岡野光平と、経営学科新2年生、キムキムこと木村さとしでした。それではですね、来月もこの時間にお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。リンクトゥライフ、命をつなぐ思い、エンディングの時間です、本日も30分間お聞きいただきありがとうございました。お聞きくださ
苦しい点たくさんあったかと思いますけども、本当にね30分間という貴重な時間ですね。本当に命をつなぐ思いというこの番組ね、リンクトゥライフやってますけども、本当にねかけがえのないその命をですね、私のために30分間、聞いていただき本当にありがとうございました。で今回のキムキムね、すごくエンジョイタイム楽しかったんじゃないかなと。もう僕も盛り上がって、キムキムも、ね、カフェ運営プロジェクトの中では本当にムードメーカーで、ね、楽しくできたんじゃないかなと、ね、また来月も楽しみですね、どんなメンバーが出るのかということですね、お聞きいただけたらなと思っています。来週もですね、プロジェクトは変わりますけども、お話をですね、いろんな話をしていきたいと思ってますので、ぜひぜひ、リンクトゥライフ、この時間にやってますので、最後まで、もしくはですね、まあ僕の話もですねちょっと長ったらしいところありますので、せめてコーナーだけでも聞いていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。この番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。はがきお手紙の場合は郵便番号 731-0192広島市安佐南区祇園5丁目 37-1 広島経済大学の FM ハムスターまでお願いいたします。ファックスの場合は 082-871-1620 082-871-1620 までお願いいたします。 E メールの場合は fm.hamstar@live.jp アルファベットすべて小文字で fm.hamstar@live.jp です。皆さんからのメッセージよろしくお願いいたします。今月の HE カフェタイムのテーマはですね、このエンジョイタイム、新入生新生活を送るすべての人へほっと落ち着くカフェ料理ということで、もしね新生活等で悩みがありましたら、気軽にメッセージを送ってください。僕でよければお話聞きますし、メールも読みますし、ちゃんと受け答えもしますしね、一人で抱え込むとね大変ねこともありますから、僕もその経験者ですので、ね、悩みはラジオで、話していただけたらと。そして、リスナーと僕と共に、解決できたらなと、まあ、解決まではいかなくてもですね、こう本当にねこのリンクトゥライフというこの場所がですね、ラジオの居場所としてですね、これからも皆さんの心の中に、そして耳の中にですね、お友達として、ね、ずっと出ることをこう願ってですね、今回は終わらせていただきたいと思います。今回担当させていただいたのは広島経済大学メディアビジネス学科4年生岡賃こと岡野光平でした。